両方チャンネルの森ですえ私は100万円の自転車には乗ってないので、もしそう思われてこの動画にたどり着いたのなら、ちょっとあのがっかりさせてしまうかもしれませんので、えー、すいません、えー。最初に断っておきます。ただ100万円の自転車に乗ってみたいなっていう憧れはあります。はい、まあ、YouTube 見てて、 あのー、素人は100万円の自転車乗るなとかっていう、あのー、動画を見て、まあ、何本か何人か、えーまあ、上げてましたので、あのーまあ、私もそれの感想で、えー、私が始めたのが、まあ、去年の5月ぐらいからロードバイク始めて、まあ、その頃盛んにあの動画を見てたんですね。 で、ドグマ F10 を初心者であの買っていくらって言ったら120万だか150万だかちょっと忘れましたけどあの、かかりましたっていう話であのそういう動画を見たんですね、まあ、それっきりあの、まあ、私が100万円の自転車を買えるわけもないのであの、まあ、人ごと事のようにあの見た見た 記憶がありますそして最近見たらなんか随分あのー、それからその方は、えー、3つの、えー、ロードバイクのグループに入ったけど結局なんかあのいろんなこと言われてまあどのグループもぶち切れてやめたっていう話を聞いてちょっと残念だなっていうかうん。 かわいそうだなって、まあかわいそうだなっていうのはちょっと変なんですけど、思いました。まあわからなくもないかなと。で、まあその方が言われてたことが、まあ足を壊す。まあ100万円の自転車、確かに剛性が高いから足壊すっていうことなんでしょうかね。足を壊すって言われてたり、まあ、あの、奥様と一緒にやってるそうなんですけど、まあグループに入ったそうなんですけど、 あのホイールの違いなんかわからないって言われたりしたそうですね。でまあ結局それで3つグループを辞めたと。でグループに入ってまあいろんなこと言われて嫌な思いさせられたっていう、まあ、ことしかないっていう。まあ、あとディスられた。まあ、これで私ディスられたってよく分かんなかったんですけど、まあ、よくみんな使うなとかって思いながらあの聞いててなんとなくどういうところで使うかっていうのは分かってたんですけどまあこの。 動画にするにあたってディスられるっていうのをちょっと初めて検索して、まあ、そういうことなんだっていうのは分かったんですけど、えーまあ、ディスられたそうですまあ分からなくはないなって気はしますねあのまあ私はロードバイクのグループなんかには入ったことないんであのまあそっちの方では語れないんですけどあのー まあ山の階にずっと長く入ってますからねあの山の人も、まあ、ロードバイクも似てるかもしれないんですけどやっぱり個性の強い人多いですよあのまあ人と張り合っちゃう人をたくさん見てきましたねうんロードバイクの世界もそうじゃないかなって推測しちゃいますけどねやっぱりあの承認欲求とか まあ自分が褒められたいとかっていう人多いと思うんでなかなか100万円の自転車を、まあ、初心者が持ってグループの中に入ってきたらみんないじるでしょうねただそれはまあ勝手に推測するにはあの好意的にいじるっていうのもありますよね私もよくあの20代の頃は、まあ、山の道具がもうみんなピカピカじゃないですか で、たや20年とかもやってる大ベテランの人からその、まあ、クライミングなんかに使う道具がピカピカだよねとかってよくこういじられたんでまああの山の人たちってあの昨日聞いたこと言えないって言ったら変ですけどあのサービス業をずっとやってたっていう人でもなければ。 なかなか気の利いたこと言えないですし人をよいしょするようなことってわざわざ言わないですしねあの私はそうじゃないかなって思いますねだからうーんあの100万円の自転車に乗って、まあ、みんなから褒めてもらいたかったのか何なのかわからないですけどあのあんまりクソ期待してると うん、みんながみんなその褒めてくれるわけでもないだろうとは思いますからねうんまあ何を目的としているグループなのかにもよると思いますけどねただ一つ言っておきたいのはまあ私も100万円の自転車に乗りたいということですねいつかその、えー、乗ってみたいですねうんまあこれに賛同してくださる方是非 <laughs> グッドボタンお願いしますじゃあまたよろしくお願いします